今日はですね、ちょっとね、トンネル、ダイソーのね、プチ電車シリーズ、トンネルですね。トンネルでちょっと遊びたいと思います。で、トンネルはこういう風にですね、はめるんですけど、上の部分を、まあ、こういう感じになってるんですね、中は。これを、まあ、丸の穴の中に埋めていく感じですね。そうすると、うまくはまるんですけど、これちょっとあれだな、ちょっと隙間空いてますよね。多分これまあ作りが安いんで、まあこういう場合もあるっていう感じですかね。まあこういう風にトンネルができると。でカーブの線路にしかこれ置けないらしいですね、このトンネルも。で今回登場使う車両はですね、201系の中央特化ですね。まあこういう感じです。これ多分先頭車だと思うんですけど、まあこういう風に中央特快と書いて、中央特快って書いてますね。で、まあ、こんな感じで、屋根もこんな感じと。それと、中間車ですね。これが中間車。上もこんな感じで、まあ、こういう感じですね。で、これが後続車なんですけどね。後続車と先頭車一緒ですね。もうこういう感じで。これが201系の中央線。201系の中央線とは書いてないんですけどね。では、ちょっと走らせてみたいと思います。トンネルだとどんな感じで走るんですかね。ああ、こういう感じですね。まあ、こんな感じで、中央線を見ることができる。ということで、まあ、こんな感じでね、トンネルを作ると、まあ、こういう風になるということですね。ちょっとね、この隙間ですよね。隙間がやっぱり空いちゃってるんで。で、これ隙間びっちり埋めてセットしたらですね、電車が引っかかってですね、全然走り、トンネル通り抜けられなかったんでね、やっぱり、まあ、これが普通なのかな、これぐらいの隙間が普通なのかちょっとわかんないですけど、やっぱこういう隙間ちょっと、まあ、100円ショップなのかなっていうところはあります。まあ、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。